理を作っていただけませんでしょうか。ポケバル、ピッタピッタ、ギャルジー。おー、お、あ、ミスった。黒焦げ、ピザできた。デリバリー、ウーバイズです。料理です。焼けましたか。微妙なキノコピザ。一応ピザやから。オッケー。香ばしい匂い、料理がお上手なのですね。焦げてる匂いなんだよな。私も様々な料理を作れる腕の優れた料理人になりたいです。気に入るかもしれへんな。とりあえず褒めとこうみたいな。レシピがあればできるぞ。レシピあればできるけど、ちゃんとできるとは言ってない。言ってないからね。ちょっと待って、笑いすぎてやばい。オッケー、今のハイライトやな。一緒に料理の心得を共有できることを楽しみにしていますね。あかんって、これ料理の話振られたら蘇って笑っちゃう。2人ともできた。やめろ、下いぎりやめろ。こっちはもう黒焦げのピザを持ってんねん。まあね、料理における焦げっていうのは旨味の化学調味料っていうぐらいなのでいいかなって思います。欲しかった料理ってこれのことですか。はい、異国料理でございます。心が痛い。私もこの料理をお店に出してみたいな。作り方はあのタップするボタンを押さない、これだけですね。簡単、超簡単、誰でも作れる。いいのですか。いいよ、ほんまに料理できへん人でも作れる。モンダのみんなならこの料理を稲妻の人たちに伝えても気にしないと思うぞ。これモンドの面汚しなるけど。本当に、うん、やった。前から異国料理を学びたいと思ってたんだ。どうしよう、なんかモンドの料理は全部焦げてるみたいな思われたらどうしよう。これがモンド風ですみたいな。作り方を書き写してくれれば、うん、お店で販売して一番目立つ位置に広告を載せるよ。やばいやばいやばい、ちょっとした出来心であったのがさ、国巻き込んでの料理になっちゃったで、ね、これ。まあいっか、主人公が自分料理できますっつって生きり倒してるだけ。それで、うん、このレシピは書き写せばいいのでしょうか。もうなんか HP0 やないやけども。料理方法も書かないとな。トレイに乗せて適度な火加減で、適度な火加減で焼き上げる。うん、これが一番大事。モンド風丸焦げピザ。この自信作、きっとオイラたちの異名とともに稲妻に受け継がれていくぞ。やめてくれ、そんなもの受け継いでくれんな。拷問やでこれ。